VCASHUPRB の CEO、ピーター・バイエルは、チームが前進し、プレシーズンを成功売りに終えたことに対して、非常に満足している。かつてアルファタウリとして知られ、再ブランド化され、VCASHUPRB として、新たな一歩を踏み出したチームは、VISA やキャッシュ、APP からのスポンサーシップを獲得し、これにより、経済的にも安定した基盤を築くことができた。さらに、ユ g ブランドを通じて、ファッション会社、ユ g ボス、雇系会社、チュドルからのスポンサーを得るなど、広範なパートナーシップを築いている。このようなスポンサーシップにより、v キャッシュアップ r b は、競技力の向上だけでなく、広告効果も期待できる状況となった。技術面では、2024年の冬に行われた技術部門の再編により、元フェラーリレーシングディレクターのローラン・メキースが、伝説的なフランツ・トストの後任として、チーム代表に就任した。これにより、チームは、 豊富な経験を持つ指導者のもとで新たな段階に進むことができた。スポーツディレクターには元アルピーヌスポーツディレクターのアラン・パーマネが加わり、最高技術責任者には元マクラーレンレースエンジニアのティム・ゴスが任命された。これによりドライバーたちに対するサポートと技術的な展望が強化された。バーレーンでのプレシーズンテストでは新車 V キャッシュアップ01が非常に良好なパフォーマンスを発揮し、 ドライバーのダニエル・リカルドが初日に4番手、2日目には5番手のタイムを記録した。これにより、チームはシーズンに向けて有望なスタートを切ることができた。バイエルはプレシーズンテストに対して、チームは素晴らしい努力をしてくれた。出発に際して大きな問題はなく、マシンの準備も整っていた。ダニエルもユキも車の感触は良く、今のところとても順調です。 と述べ、期待感と自信を示した。v キャッシュアップ RB は、レッドブルの成功をインスパイアにしており、新しいプルロッド式フロントサスペンションの導入など、戦略的な変更を積極的に行い、ドライバーズとコンストラクターズの両方のタイトルを獲得することを目指している。コメント、タイトルにつられてみましたが、F1 首脳陣、激しいプレシーズンのさなか、リカルドの v キャッシュアップ RB 評決を明らかに、タイトルはそのままです。 特に問題がある内容ではありませんが、リカルドの評価を取り上げ、ドライバーのダニエル・リカルドが初日に4番手、2日目には5番手のタイムを記録した。タイトルにも、リカルドの名前はありますが、角田選手の名前は、バイエルのコメントに出ているのみ、10箱の隅をつつく話をしたいわけではありませんが、角田選手も、テストでは、3日目に5番手タイムを記録し、タイム的には、リカルドを上回っています。同等か。 それ以上の成績を出しても、このような書き方、よく見ていなければと思う次第です。